大阪府道21号八尾平方線は、大阪府八尾市から、平方市に至る府道である。国道170号とほぼ平行に走っている。国道170号線と比べると、平面交差が多く北たいは、大東市の赤い交差点南行きは、門真市総本交差点東大阪市の河内、中野南交差点を先頭に渋滞が頻発する。また、八尾平方線の多くの区間で、 路線バスが走っている。このため、停留所ごとに、バスが止まり、道路線バス運行区間においては片側一車線で、どうも狭いため追い越しできないことから、バスの後ろに車が溜まってしまい、流れが悪くなる。これも、南北の移動に適さない理由になる。不動やお平方線やお市東大阪市大東市、門真市しね川市国道170号。 八尾平方線合流点付近平方市平方市、根屋川市角市大東市東大阪市八尾市、八尾平方線は起点である八尾市のあの交差点から東大阪市内まで一直線に伸びているが、これは戦時中に設けられた対象飛行場の予備滑走路跡を不動に転用したためである。あの交差点から南に200メートルほどの近鉄大阪線のガードの手前にはこのことについて、 書かれた石碑がある。ありがとうございます。